日本へそ公園は兵庫県西脇市上姫町にある都市公園である。統計135度と北緯35度の交差地点は日本列島の東西、南北の分布のほぼ中央にあたり数値の霧が良い。また日本標準時の基準となっている桂線でもある。日本側地形による同交差地点には対象12年に標柱が建てられている。 また近くにある加古川に架かる橋は井戸橋という名前である。1983年1月、西脇市が日本のへそとしてアピールすべく、西脇市内にある交差地点を敷地内に含む丘の山公園を拡張し、日本へそ公園に改称した。公園内には、翌1984年10月に、地元西脇市出身の芸術家、横尾忠則の作品を、 展示保存する丘の山美術館が開館し、1993年庭に,に、しわき経緯度地球科学館、1995年5月には、レストラン、レストハウス花屋敷、同年7月には、大型科学遊具広場、宇宙コランドが開設された。1994年4月には GPS により、測定した。 交差地点にパトリック・ベルジェのデザインによるヘソモニュメントが設置されているは、世界測地形で、北緯35度0部11.57649秒、統計134度59分50.02796秒、北緯35.0032156917度統計134.9972299889度、 35.003215691734.9972299889である。また公園内を加古川線が通っており、1985年7月には、同線に日本ヘス公園駅が設置された。公園には無料で入場できるが、岡野山美術館、テラドームは入場料が必要。2006年より新市政を記念して、 へその西脇、織物祭りが再興されており、2007年は8月に日本へそ公園で再興された。西脇市の都市計画、ありがとうございます。